コイケルホンディエコイケルホンディエは、オランダ産の小型犬の一種。俗に、コイケルホンド、コイケル島と呼ばれる。日本ではまだ知名度が低く、ブリーダー自体もまだまだ少ない。JKC の登録島数は、1999年に6島で、近年は132島、87島、2008年、115島、96島、85島、112島、 80頭と100頭前後で増えてきている。近親繁殖にならないよう注意が必要である。16世紀からオランダでカモ漁に使われていた犬。銃が発明される以前のカモ漁では網が用いられていたが、網を打つ前に鳥をおびき寄せるのがこの犬の仕事だった。カモ漁では、ふさふさした尾を茂みの中から見え隠れするように動かし、仕掛けた網や、 銃の射程距離内にカモをおびき寄せていた。第二次世界大戦が終了するまでには、ほとんどが全滅してしまい、一時期は世界で5頭までに減少した。現在では愛好家の努力によって少しずつ増えては、いるが、依然として、本国オランダ以外では、非常に希少な犬種となっている。現在では、主にペットとして生存している。ありがとうございます。